あ、おはよう。おはようさん。これは、少しばかりまずいことになったかもしれないね。実は、昨日からずっと、レオン君と連絡が取れていない。あ、ジャック事件の後始末もあって、彼とは定期的に連絡を取っていたんだが、その連絡が、昨夜はなかった。もともと彼にも警告はしてあったが、最悪の場合、もう遅いかもしれない。とりあえず、バッキンガム宮殿に向かおう。私の取り越し苦労ならそれでいい。おい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 、ざけんな、冗談じゃねえぞ。何かも何も。昨夜未明、晩餐会に出席していた陛下のもとへ突如複数のテロリストが乱入。近衛兵の活躍によって彼らは捕らえられたかに見えたものの、テロリストが全身に巻いた爆弾で陛下と近衛兵長レオンハルト氏以下貴族7名が犠牲になった。それだけじゃねえ、最後までよく記事を見てみろ。Thank you.
奴が仕掛けてくることは分かっていた。だが、まさかこう来るとはね。見てみるといい。気の早い市民たちがお待ちかねだ。おいおい、マジかよ。陛下が暗殺されたってのは。しかもシャーロック・ホームズって、小説の名探偵ホームズの人でしょ。信じられない。何かの誤報じゃないんですか。けど見ろよ、ニューブリテンズポストだけじゃねえ、他の新聞でも同じ記事が載ってやがる。ということはやっぱり。そうだ、信じられねえかもしれねえが、あのホームズが俺たちの陛下を殺したんだ。これはまずい流れだね。今にもこちらに突入してきそうだ。群衆心理というのはそういうものさ。意志も個性もある人間という存在は、ひとたび群衆という存在に飲まれると往々にして思考と責任を放棄してしまう。たとえ間違っていたとしても、それは自分ではなく先導した者が悪い。群衆という鎧は強さであると同時に危険でもある。おい、そんなご考説垂れてる場合じゃねえぞ。この状況をどうにかするのが先だろうが。分かっているとも。だが今出て行って潔白を訴えても、集まった彼らを説得するのは難しい。おそらく、いや間違いなく群衆の中にモリアーティの手の者が紛れ込んでいるだろうからね。ああ、そもそもこの場所が漏れているのもモリアーティのリークだろうからね。クソ、何もかもあのクソ野郎の狙い通りってことかよ。さてどうしたものかな。私の敵はあくまで世にはびこる犯罪者、一般人に手を挙げる趣味はないのだが。待て待て、どう逃げるってんだ。まさかあの群衆の中を突っ切るとか言わねえよな。お、そうなのか。驚いた。さすがはルパンの弟子だ。そんなところまで調べていたとは。
屋根の上走るだの、幼稚登るだの、壁の穴抜けるだの、いい年のおっさんにとっちゃなかなかきつい道ばっかじゃねえか。だがここなら一息つけそうだね。ありがとうカルディア君、君のおかげだよ。私たちが指名手配とはね。町中はこの話で持ちきりのようだ。誰も彼もが口の歯にのぼせていたよ。くそ、どいつもこいつもあんな記事に踊らされやがって。そうだね、ひとまずどこかに身を隠して体勢を立て直したいが。隠れ家のあてはあっても今はどこも安全とは言い切れないね。だがそんなことしちまったら二度とモリアーティの野郎には近づけねえ。この辺でそれらしき三人組の姿を見とって話だが。だとしたら遠くへは行ってねえはずだ。探せ探せ、女王陛下の仇だ。動きが早いな。そうそう休ませてはもらえないか。俺は外の様子を見てくる。お前らは少しでも足を休めとけ。どれもこれもテロリストどものせいだ。ああ、見つけたらただじゃおかねえぞ。すまない、カルディア君。君は、私やワトソン君とは違う。本来ならこの件に無関係な人間だ。
もし君を無理にでもルパンたちの元へ返していれば、こんな事態に巻き込まれることもなかった。君を巻き込んだのは、間違いなく私のせいだ。あの時の話か。だとしたら、見当違いだよ。本来ならば私は君に、許しの言葉をかける資格などない。なぜなら、私も咎人だからだ。人の罪を問い、裁く仕事をしながら、当の私の手は血で汚れている。そんな私が君を慰めようとは、まったく、滑稽な話だよ。人から幸せを奪ったこと。だから私は、自らの幸せを望めない。君と私では状況が違う。君はエレインという女性を殺したが、決して殺すつもりはなかった。いわば過失であり、悲しい事故だ。だが私は、この手で、自分の意志で、人を殺したのだから。ああ。では、君が私に愛をくれるというのか。私の罪ごと受け入れ、手を取り、口づけを交わしてくれるとでも。君にはできないだろう。そして私も、それを望んではいない。
私は愛する資格もないし、愛される資格もない。ワトソン君から幸せを奪った私が、一人で幸せになどなれるはずもないのだから。二人とも、今すぐここから。おい、どうした？何があった？ワトソン君か。別に、大した話ではないよ。つうか、とりあえず今は時間がねえ。さっさとついてこい。外の奴がこっちに来る。